はい、じゃあアキラさんにちょっとジンバルの設定を習っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では今からアキラさんに例文愛でどんなことができるのかっていうところとセッティングですかね、はい、ちょっと習っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあね、早速やっていきます。まずはこのね、例文愛っていうものがあって、これをね、セットしていきます。はい、ここね、下につけるんだけど、こんな感じでテーブルをね、こっちにつないでいきます。ここか。はい、おお。でまあ、ケーブルはつないだんだけど、はい、これでバランス崩れちゃうから、はい、一回バランス取り直しです。ここは大丈夫だね、うん、でこの位置がこっちが重くなっちゃうから、うんうんうん、バランスを変える、うん、例文愛文をまた微調整し直すって感じですね、うん、まあこんな感じね、はい、でこっちも重くなってると思うから、はい、調節をしていきます。この、ね、微妙なところがむずい、うん、繊細ですね。もうちょいか、こんなもんかな、うん、であとはここ斜めにして動かなければいい。あ、これは大丈夫ね、うんうん、はい、でまあバランス取れたので、はい、モーターパワー、まずはオートチューン。オートチューン、お、完了。このレーブアイの電源も入れます。おで、ブルーになったら繋がるんだけど、はいはい、これで繋がった。繋がったってことです。で、今度左から右にスワイプするともう出てきます。すげー、ここで見れるんですね。ここで見れる。やば。で、この画面っていうのは、はい、スマートフォンでも、まあ、見れます、はい、おすごい。で、これっていうのは、はい、スマホの中でも録画ができます、はい、おー、めっちゃ便利ですね。で、こっちも録画するし、スマホも録画してくれる、はい、感じにもなる。良い。で、あと、ここの様子を撮りたかったら、もちろんスマートフォンの録画機能を使って、うんうん、記録したらいいと思う。なるほど、なるほど。そのまま録画する、はい、はい、いいですね。で、今、うん、あっちにね、時計が、はい、これですね、はい、トラッキング、はい、で、まあ、こっちでもできるんだけど、やりにくいからスマートフォンでやると、こういう感じね、はい、はい、これトラッキング時計がトラッキングされました。はい、で、あとね、この速度が結構重要で、アクティブトラックの速度、はい、で、これ今5になってるとだいぶ遅いんだよね、被写体との距離によって、はい、速度をまたちょっと、うん、調節してあげた方がいい。なるほどなるほど。で、結構ここ近いから、ある程度速くないと追いついてくれないと思うから、はい、まあどうだろう、20ぐらいしてみようかな、1回、うんうんうん、録画こっち開始になって、こっちもね、Z9 の方も開始、あ、連動してるんですね、はい、すごい。で、まあこれ見ながらでも撮れるし、これでこのままね歩いていけば、ずっと追ってくれるんで。なるほど、ハイパーラプス、まあ、適当に歩くだけで、適当に歩くだけでトラッキング、歩くだけでずっとトラッキング。すごい、これで本当に撮れてるのって感じに見えますけどね、この撮影風景だけ見てると撮れちゃってるみたいです。トラッキングしながら歩いて、ハイパーラプス、すごいすごい。まだほらトラッキングしてるでしょ。あー、トラッキングしてます、すごい、はい、このままだからずーっともう歩いてるだけで勝手にジンバルが追いかけてます。めちゃめちゃ便利ですね、例文愛で。まあこのまま後ろ向きになっても、はい、あ、もう携帯見ながら確認しながら、歩いていけば、すごい例文愛、これ使ってないの損なぐらいな感じが。僕も買ってないんですよハイパーラプスはめちゃくちゃ便利。すごい、はい、これで到着、すごい。で、まあこれ、まあ、録画停止すれば、はい、まあ、終了で、今ここの中にも保存してるから、はい、まあ、ちょっと見れちゃうわけですね。トラッキングの様子が出てくると思う、はい、これね、はい、そうそう、
どういう感じで操作したよとかも、うん、これで画面収録できるからいいですね。そうだね、一石二鳥ですね。で、まあ、あとはこのアクティブトラックの速度を、うんうん、まあ、その被写体との距離によってちょっとコントロール、うんうんうん、そこがちょっと難しいかもしれないけど、遠くだったらゆっくりにしなきゃいけないし、はい、で近い距離だったら、うんうん、もう目の前の人物だったらもうほんと30ぐらいにしないと、うんうんうん、追えないから。確かに確かに、まあ、そんな感じになります。そこがちょっと重要なポイントですね。そうそうそう、めちゃめちゃいい、うん、こういうね、はい、使い方ができるよということでした。レーブンアイやばいですね。なんか撮影風景だけ見てると本当にこれで撮れてるのって思っちゃうんですけど、上がってきたの見たらもうしっかりバチバチにトラッキングして撮れてます。そうそうそう、いやでもめっちゃヌルヌルですね。うわー、かっこいいですね。ただ持ってるだけだね。解説しながらおしゃべりして歩いてたのにバッチリトラッキングして、あ、これ後ろ向きにして歩いてた時ですよね。いやバッチリ捉えてる、すげえ。ちょっとこれ感動しますね。これがレイブアイのね、はい、いいところなの。でモックン立ってもらって、はいはい、お、ちょっと撮ろうか。こう撮っていただけると、じゃあ速度30ぐらいで被写体ちょっと僕でやってみで、しゃがんだりとか、やばなかなか追うの大変そうだけど。あ、大変。すごい。めちゃめちゃすごいですね。まあだから、まあ被写体の人が止まってもらって、はい、でこっちが動くっていうのもできるから、こういう感じで。あ、もうこんなこっちで操作しなくても勝手にジンバルがやってくれる。すごいですね。めっちゃ楽だよ。でポートレートの時もさっきのも これも角度合わせてくれるから。そっか、そうそう、これもう上にしても合わせてくれるから。そっか、めっちゃいいんだよ。めっちゃ気使ってやらなくてもいい。そうそうそう、もう勝手に顔トラッキングしてくれてるから。そうだ、感動しました。これね、使わないと損だし、確かにこれできるのってないんじゃないか、 DJI 以外。うん、強みですよね。使ってないのもったいない気がしてきました。そう、もったいないと思う。めちゃくちゃ楽。ポートレートとかだと被写体も動くから、そうそうそう、あるとより力を発揮するって感じですよね。終わりました、お疲れ様です。 います。いや、今日は勉強になりました。やっぱ例文愛があるだけで結構、そう、ね、表現の幅ってのが広がるなっていうのと、はい、うん、難しいショットがやっぱり正確に決まるっていうのはメリットかな。そうだね、完全にその被写体をトラッキングして、うん、もうあともう持ってるだけで、うん、追従してくれるので、うんうん、それこそ初心者さんが、一番合ってるかもしれない、ね、確かにこれがあったら難しいショットでも決まる、ね、うん、決まるし、特に後半に撮ったあのモックの、うんうん、トラッキングした映像っていうのは、うんうん、もう何ももう好きなようにカメラを、うん、まあ、ジンバルを動かすだけで撮れてしまうと、うん、すごかったですね、うん、アングルとか角度も自動でやってくれて、はい、って考えると、うん、このレーブアイを活用するっていうのはいいと思います。確かに僕みたいなポートレーターで被写体が動くようなシチュエーションの場合とかも、うん、トラッキング非常に相性がいいなとか。めちゃくちゃいいよね。そうでしょうね。もう下からも撮れるし、うんうん、上からも撮れるしって、ね、考えると、うんうん、本当ポートレートムービーには、うん、最適だと。フレーミングに集中して、うん、あとはお任せしてみたいな感じですかね。そうだね、うん、あとハイパーラプスもめちゃめちゃかっこいいなと思って。あ、そうだね、ハイパーラプスももう普通に持って歩いてるだけで、うんうん、まあそのね、トラッキングする場所さえ、うんうんうん、決めておけばやれるので、うんうん、めっちゃ楽。あれ手動でやってるとやっぱ途中でカクンってなったりとか、なるね、うんうん、難しかったりするんですね、慣れてないと。そう、まあ、やっぱりラフに歩いてるとこういうね、うんうん、横の動きとかもあるから、うんうん、まあ、それによってちょっとこう向きが変わっていったりとか、うんうん、特にあのハイパーラプスって位置がずれるのがすごい違和感になってくるから、うんうん、確かに。でトラッキング機能を使えばそれがもうほぼないので、うんうんうん、
便利です。確かにそういうちょっとやっててカクンっていうミス僕もあります。いやこれちょっと僕購入しちゃおうかなって思いました。なんか使わないのもったいないですね。そうだね、うん、せっかくこういう機能があるんだから、うん、使わない手はないと思います。 DJI のジンバルぐらいですかこういう。そのワイヤレストランスミッター自体はあるけど、うん、このトラッキング機能があるっていうのは、うんまあ、おそらくそのスマホ用ジンバルとか、うんうんうん、DJ ポケットとか、うんうん、あのあたりはまあこれできることなんだけど、うんうん、気軽な。そうそう、でミラーレスとジンバルの連携っていうのは今までできなかったから、うんうんまあ、ほぼほぼ他のメーカーさんやってないんだけど、うんうんまあ、DJI はこういうねトランスミッターを組み合わせることでできるようにしてくれてるので、はいまあ、それが叶ってるよということになりますね。いや今回勉強になりました、はい、皆さんもぜひねあの僕みたいにですねレーブンアイは活用してなくて DJI のジンバルだけ使ってる方は別売りかもしくは最初に購入するときにコンボとかキットとかセットになるコンボで、はい、コンボでついてるものがありますのでぜひねあの購入してみて活用してみてもらえればなと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。あきらさんのチャンネルですねジンバルを使った撮影のですねレクチャーとかねいっぱい上げてますので概要欄にリンク貼ってるのでぜひね飛んでって他の動画もチェックしてみてください。はい、今回の動画楽しかったらいいなって思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあねバイバーイ。